マルコム・ウィルソンは、イギリスのカンブリア州、コッカーマス出身の元ラリードライバー。モータースポーツ関連企業 M スポーツの代表で、息子のマシュー・ウィルソンもラリードライバーである。ウィルソンがドライブしたフォードエスコート RS、コスワース・ウィルソンの成果は、自動車解体業を営んでおり、中古部品を求めるラリー愛好家が立ち寄っていた。ウィルソンが10歳の頃、 客の一人の車の後部座席に乗せてもらい、その車が交差点でドリフトした時モータースポーツの魅力を覚えた。1970年代半ばにラリー活動を始め、1978年と1979年にイギリスの国内選手権でチャンピオンを獲得する。1979年にはプライベートチームマルコム・ウィルソン・モータースポーツを設立する。 1980年代は、イギリスラリー選手権、ヨーロッパラリー選手権、世界ラリー選手権で活躍。WRC では、フォード、MG、ボックスホールのファクトリーチームに所属し、フォード RS200 のテストドライバーも務める。1994年、フォードエスコート RS コスワースをドライブし、イギリスラリー選手権のチャンピオンを獲得。1995年を最後に、 現役引退する。1997年 MWM 改め、M スポーツはフォードから WRC のワークス活動を委託される。ウィルソンはチームの規模を拡大し、地元コッカーマスのカントリーハウス、ドベンバイホールを購入し、2000年5月に最新のファクトリーを完成させる。2006年と2007年にはフォードワールドラリーチームが WRC のマニュファクチャラー部門のタイトルを連覇。2009年には英国モータースポーツへの貢献が認められ、ウィルソンに大英帝国勲章の OBE が授与された。2012年シーズンを最後にフォードがワークス活動を停止。M スポーツはマニュファクチャーとして WRC への参戦を継続しつつ、回クラス向けのカスタマーカー販売 GT3 マシンや ラリークロスマシンの開発などのビジネス展開を行っている。ドベンバイホールでは約250名、ポーランド支社では約50名の従業員が働いている。2017年、エムスポーツはセバスチャン・オジェを迎え入れ、3度目のマニファクチャラーズタイトルを獲得。2019年、ウィルソンは評価センターの設立など、エムスポーツ全体のビジネスに専念するため、 リチャード・ミルナーにラリーチーム代表の座を譲った。ありがとうございます。